今日部活なんだけど、夢は？やば、もう二人とも来てる。もうすぐ。おはよう。新キャプテンなんだからもう少し余裕持ってな。いや、つい夜更かししちゃって。ほら、夢、またお弁当忘れてる。ごめん。急がないと、遅れちゃうよ。って、何してんだ、ミー。SM プレイしてんじゃんねー。さらに直接的刺激が、はあ、どうって。それはさておき、夢お嬢様、他に忘れ物は大丈夫ですか？ひどいな、レン君、夢はそれほどドジっ子じゃないよ。それに私がきちんとチェックしてるから。余計な心配でしたね。それじゃ行ってきます。行ってらっしゃい。いやー、眩しいね。いつも以上に眩しいね。って、もう、そんなアホなこと夢がやるわけ。行ってきます。行ってらっしゃいませ。夢は個性が薄いのが悩みみたいで。え、ドジっ子も十分個性だと思いますが。なんとかしてあげたいんだ。夢が悲しいと私も悲しい。ナトセさん、わかりました。俺も夢お嬢様の悩み解決に協力しますよ。レン君、ありがとう。優しいね。いい子いい子。うわー、ゆめち、お弁当はこっち。え、お弁当はさっき私が。あれはシンラ様のお弁当、こっちがゆめちのよ。そんな、出物チェックも従者の役目だろ。すべては夢お嬢様のためね。ダッシュで追いかけなさい。お昼ご飯食べられなかったら死んじゃうからね。それはあなただけ。待ってて、夢。お嬢様が薄いというか、周囲が濃すぎるんだと思う。あ、お嬢様、お飲み物をお持ちいたしま。寝てるし。お嬢様、寝るんでしたらきちんとベッドで寝た方が。あ、なんだろう、このノート。
夢ノート？夢お嬢様、こんなものを。なんだ！すごい！びっちり文字が！うわあ！なんだこの引きの強さは！このノートにはお嬢様の妄想が書いてあるのか！うわあ！僕たち妖怪が来るんだ！これは地方妖怪クマーン。イケメンは殺す、キモメンは逆に金をやる。あれ、誰か助けて。スマートなやつは殺す、ギザは逆に金をやる。いや、許して。かかと落とし。ガチ式アイアンクロズシャ。あなたは何？正義の味方だ。そんな顔してるだろ。大丈夫っぽいですか。さあ、夢たちが来たからには比較的大丈夫です。まあ、なんて存在感のあるお方。あなたは逆に影が薄い感じですよね。そっちが輝きすぎてるだけよ。羨ましいな。当然なことはともかく、逃げて。そんな攻撃は効かないぞ。だが領有会呼ぶのだけは勘弁。あなたは絵的に邪魔だから逃げて。言われなくてもスタコラさせよ。ここは私に任せろ。行くぞ、アンブロジャーの力を借りて。今必殺のバルキリーブーツ。うわー、甘い、甘すぎる。炭酸の抜けたコーラより甘いぜ。なんだと。俺は訓練を受けている。効かないな。ならば次は私のターン。あ、こんなところに100円メッキ。100円。早速投資に回そうと。果たせ。うわ、精神的にも痛え。聞いてるよ、ミオ姉ちゃん。俺のターン。ミラクル、ミラクルビーム。お前が立つね。あ、ミオ姉ちゃん。エリートは殺す、ニートは逆に金をやる。マンデラの力、使う相手を間違えたわ。てか、私は平気よ。それより、あいつを止めて。お姉ちゃん、見ててね、夢の変身。変身。まだかかりそう？もう少し。魔法少女夢ドリーム。なんかもろもろ途中経過と違うか。お構いなく。日本実三姉妹の中最も個性のある夢なら倒せる。信じて。地方妖怪との戦いはさらに加熱する。目覚めよ、最強のドリーミースティック。くらえ、ひらまい。魔法を唱えて敵を攻撃せよ。デラックスドリーミースティック、君の手に。すごいな、 CM まで入ってるんだ。夢お嬢様の妄想。は常に極刑。やたら可愛いのが出てきたじゃねえか。